精神に関わるほど必要なものだと言いました。焚き火の火で食事の料理もします。このように焚き火がいっぱい入った箱はおよそ40キロになり、私にとってこれを運ぶことは大きな試練だと感じます。しかし BT 村のハニ族の女性たちにとってはとても普通のことなのです。霧が濃く風が冷たい地域で、ゾウゼイさんのような女性たちは5歳から6歳くらいの時からやらなければなりませんでした。リモートさんは今年13歳になります。小学1年生の頃から焚き火取りをしています。もう7年の経験があり、焚き火取りは母親やお姉さんたちに負けません。リモートさんです。5歳か6歳頃から焚き火取りをしています。学校の同じクラスの友達も同じです。焚き火を運ぶのは最初はとても痛かったけれど、だんだん慣れました。日が暮れて霧で視界がほとんどなくなる頃、